パリオリンピック、五輪、サッカー、ブラジル4月2日スペイン、6日、女子準決勝、マルセイユ競技場。五輪サッカー女子ブラジルが昨年の女子 W 杯王者スペインを4対2で破り、決勝進出を果たした。10日の決勝で米国と対戦する、日本と同じ C 組だった両国は1次リーグ第3戦でスペインが2対0で勝利を収めていた。準決勝での再戦では、 ブラジルが先手を取った。前半6分に相手のオウンゴールで先制に成功。同追加タイムには FW ガビポルチリョ29が加点した。ハーフタイムを挟んで後半、スペインがボールを保持する展開が続いたが3点目もブラジルに。27分に後半途中から出場していた FW アドリアナ27がダメ押しの3点目を決めた。 スペインが後半追加タイムの2得点で意地を見せてきたが、しっかりと耐えて90分間で仕留めた。ブラジルは10日、日本時間11日0時の決勝で米国と対戦する。スペインは9日、日本時間10日の3位決定戦に回ってドイツと対戦する。